久保さん。まあ、あの、99.999%とかにしておきましょうか。まあ、いくらやれって言ってもやらないので、勝てるんですよね。だそれをね、その事実を知ってるか知らないのかっていうのも結構、勝てるか勝てないかの、まあ、知ってるというか、腑に落ちて知ってるというか、まあ、それはね、発信して、まあ、やりましょうって、言えば言うほど、あ、やらない人こんなにいるんだっていうのが、 わかるんで <laughs>。だから発信って、その、うまくいかないパターンをいくらでも見れるんですよね。だって発信すればするほど悩んでる人の相談来るので、悩んでる人ってうまくいってないわけじゃないですか <laughs>。なんで発信すればするほどうまくいかない方法を無限に見つけられると。で、その無限に見つけた結果、テンプレート化されると。うまくいかない方法がテンプレート化されると。で、それやんなければ、あの、うまくいくんで。 だから1、1%の成功法則を探す。もう別に悪くないんですけど、99.999% 99、こうやったらうまくいかないっていうことを知っとけば、ね、それやらなければうまくいくじゃないですか。うまくいく確率高くないですか。1%を探すのは大変かもしれないですけど、99%は探しやすいですから。うんら発信するっていうのはすごくもうメリットしかないですよ。本当に。まあ、こうやってうまくいかないんだな、みたいな。 99.999%の人は結局やらないと。すぐね。これが大事なんですよ。この、このスピード感覚ですね。久保さんのスピード感覚は、すぐやるから、まあ3年で1億っていう金額に行った。それはなんでかっていうと、すぐやるスピードが誰よりも早いと。それが1日後にどっこいしょってやるのか、秒速でやるのか。か秒速で稼ぎたいのは秒速でやるだけですね。行ってらっしゃい。